柳生バス停に来ています。今回はここから柳生城を訪ねます。では地図でルートを確認しましょう。こちらが現在地の柳生バス停です。そして目的地が柳生城です。バス停から歩いて15分ほどですが、その前に柳生古城、十兵衛杉、家老屋敷などを訪ねます。また城跡を見た後は柳生藩陣屋跡、一等石も合わせて訪ねます。なお柳生バス停へは奈良駅から1時間弱かかります。では早速向かうことにしましょう。柳生古城入り口に到着しました。柳生古城は1331年柳生長慶によって築城されました。その後は柳生城の出城として機能しますが、1544年筒井順将の侵攻により落城しました。土塁の跡が見られます。こちらは堀切のようですね。この先が主閣です。初夏にはもう草ばかりとなっています。山を降りて十兵衛杉に向かいます。丘の上に杉の木が見えています。下から見上げるとこんな感じです。続いて家老屋敷に移動します。旧柳生藩家老屋敷は家老小山田守礼の隠居屋敷です。昭和39年山岡宗八氏の所有となりましたが、死亡き後は奈良市に寄贈されました。もみじ橋です。内滝川に架かるこの橋は撮影スポットになっています。ここで観光案内図を見ておきましょう。柳生バス停をスタートしまして、柳生古城、十兵衛杉、家老屋敷、もみじ橋と巡ってきました。この後は柳生城跡の宝徳寺、柳生陣屋、そして一等石を訪ねます。柳生城は南北朝時代柳生氏によって築城されました。古城と同じ頃筒井氏の侵攻を受け落城しましたが、廃城の時期は不明です。この先が正木坂健全道場です。奥の建物がそうですね。正木坂健全道場は昭和40年に建てられました。柳生十兵衛が門弟を錬成した正木坂道場に由来します。
宝徳寺は柳生城の城跡に建てられた柳生家の菩提寺です。寺というよりは巨漢のような風格を感じさせますね。旧柳生藩陣屋跡です。柳生陣屋は1642年柳生宗則によって建設されました。現在は公園として整備されています。こちらが入り口のようです。並べられた切り石によって建物跡が平面表示されています。西側には井戸があったようです。最後に一等席を見に行きましょう。集会所から一等席までは20分ほど歩きます。神社の鳥居が見えてきました。天の岩立神社は巨岩が御神体となっています。こちらが一等席です。柳生宗悦が天狗を切ったところ、二つに割れた石が残ったという逸話が伝わります。記念撮影用の刀が用意されています。ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたどこかの街でお会いしましょう。